はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4やっていこう。サンクチュアリから。動画界ではもうひたすらクラフトしかやってないです。それで、このなんだっけな、パワーパイロンというものに、ワイヤーで電力を引いて、こっちにもパワーパイロン。で、こっちにもパワーパイロンというものがちょっと屋根に設置してあるんですが、これを設置すると、この半径何メートルか以内で、電球を置くと、これでエネルギーが来て、光り始めて、で、この家は結構明るくなった。テレビもついてるけど、これ210年前からずっとフリーズステンバイのままなのかな？で、こっちにもパワーパイロン置いて、こっちにも置いて、で、ライト置いて、ここも作ったハリボテ。でもね、クラフトがもうやり方無限大で一瞬で時間がなくなっていくね。まあクラフトはどんどん動画外で、まずはこのサンクチュアリーをどんどん発展させていきたいと思います。今人口8人ぐらいだけど満足度は結構上がってきてるから、そのうち移住者も増えてくるのかな。で、今回はお供にコズワースを連れていきます。このコズワースが結構頼りがいがあって、あのモールラットとか小さい系のモンスターを結構さらっと倒してくれちゃう。もうね、某ゲームのパンドラ世界にいるロボットとはね、もう大違いなぐらい頼りになる。で、そうだ、なんか最近フォールアウト4クラッシュするようになってきちゃったので、非公式のベータパッチを当てています。頼むから今回はクラッシュしないでほしい。前回の動画で言った通り、じゃあこっちだっけな、ここだ。グリーントップナーセリーナーセリーがちょっと微妙だけど、に置いて移住者に話をしろ。ここにサンクチュアリ同様、移住者がいるから、この話をする。こっちの方全く未探索なので。じゃあ、ここのテンパインズブラフから始めていこうかな。あと、今、このガソリンスタンドに、パワーアーマー置きっぱなしなんですが、パワーアーマーがどうもマップの至るところに存在するらしくて、例えば、ここだ。ここをゴミの集積場付近になんか別のパワーアーマーがあったと。だから結構パワーアーマーは探せばいろんなとこにある。とりあえずテンパインズブラフにファストトラベル。あ、テンパインズブラフに来た。え、ミニットマン。 Hello, sir. ミニットマン。 Hi, how are you? なんかたくさんいる。ん？え、何？なんか爆発してよ今。ミニットマンというのは何？こういうチームの人たちのことを言うのか。なんか今一瞬どっかで爆発が起きたような。いや。この頭2つある牛がいるってことは商人がいる？あなた商人？Hey, stick to the roads and you got a better chance of surviving. なんか銃声聞こえるけど。ちょっと新しい武器もあるので、加勢しに行こうかな。あ、いた。スーパーミュータント。あ、バレた。下にも誰かがいる？残って、あそこにいる。入れて、出て。このリボルバー銃結構強い。当たんない、当たんない。下手くそ。下に降りようかな。スーパーミュートってミュータントって新しいモンスターだな。近い近い近い。あ、随分分厚い装甲来てるな。人間か、これ。人間な、人間じゃない、人間じゃない。誰かやられてる。トレーダー。パワーもあった。
あ、そうだ、今、フュージョンコアちょっと今、また別のとこから見つけて、今2個持ってるので、これちょっと、あれ、登れない。使えるなら使っちゃおうかな。え、開かない。こっちにターミナルかなんかある？ターミナルがあった。解除できない。ピッキング同様、このターミナルのハッキングも、あのパークのレベルを上げないと、高いものは解除できない。あ、じゃあこれ、今、取れないのか。ちょっと向こうの方になんか民家が、民家でもない。なんもいない？トラップない？ちょっと明るいけど。特に何かがあるわけでもない。おお、お、うわ、楽しそうじゃねえよ。硬い甲羅を持ったやつ。これ使おう。リロード。あれ、これ近接攻撃でいいかな。おっ、ナックル、弾を節約。このスカイリムと違って、この近接攻撃系統ってスタミナが食ってたはずなんだけど、こっちは食わない。よし、もらって。あれ、骸骨が沈んでる。コズワスがうわ楽しそうって言ったけど、目的地あっちだからちょっと外れないように行こう。あっちか。武器が、このちょっと紹介しそびれたけど、リボルバーの武器と、あと、ショートレーザーマスケットだっけ、これに加えて、レーザーのピストル銃、レーザーのピストル銃、ピストル版のレーザー銃を手に入れた。あとは、ボルトアクションのピストル、そのくらいかな。これはまた別のハンドガンと、まあ武器はもう結構潤ってる。新しい武器がバンバン手に入るので、武器の性能面とかは特に心配ないかな。自分で強化もできるので。なんかあそこ光ってるな。え、なんかいた、射抜いた。なんか明るいな。敵いるかな。明るいところには基本的に敵がいるはずなんだけど、バッツに反応がない。反応がないけど、あれ人じゃね？あれ人だよね。もうちょっと近づく。あ、反応した。敵だな。やっちゃおうか。もうちょっと近づいて。頭！あれ、半分も減らない。こちらの場所に気づいていない。まだダメ？よし。一人ってことはないだろうな。まだいるよね。ほら、崩落した高速道路。こっちから登っていこうかな。レーザーピストル持っていこう。あ、サーチライトある。あ、ターレットある。ちょっと待って、ターレットは強力な武器で一気に壊しちゃおう。ぐるぐるっと。まだダメ。あ、当ててない。よし。さあ、まだ、あ、敵いる。いる？二人いる。いた。うん、ちょっと厳しいな。あっ、あっ、ちょっと待って。回復。おお、ちょっと。
死ぬ死ぬ死ぬ。で、スティムは結構集めといたから大丈夫。ここにいた。よし、強いな。てかレーザーピストルかこれ。こっちもレーザーピストルで待って、スティムパック。よし、危ない。いただいて、粉々になったな。肉詰め、射撃手か。メポモークベンチ、リフトみたいのあるな。こっちは特に何もない。パワーマーステーションがある。適当に飯食べようかな。結構普通の食べ物が集まってるから、まあ多少放射能ダメージがあるものもあるけど、その辺はラッド X があればなんとかなるから適当に食べちゃおう。グリルされたやつは普通に食べれる。輸血パック、ベッドがあったから暗いから寝ていこうかな。あ、ちょっと待った、ターレットからアイテムを回収。ターレットは銅が含まれてるアイテムがあったりするんだけど、あ、ない。ちょっと寝ていこう。もう午前4時だからまあ3時間ぐらい。朝になった。さあじゃあ行ってみよう。なんかあの飛行機の残骸みたいのがあるけど、敵はいない？大丈夫？スカイラインズフライト1981、1981年に墜落したやつ。こういうところに限ってゾンビがいたりグールがいたりはしない。しなさそう。粉々だな。あれ、てかこれなんか白骨死体じゃないけど、マークスマンスナイパーライフル。強さは19。あれ、そんなに強くない。いや強いのかな。とりあえず持っておこう。あ、白骨死体がある。なんかあの飛行機が核爆発の影響で墜落するっていうシーンはメトロにもあったっけな。あとちょっと放射能がある。そうだ、アサルトガスマスクつけよう。あ、これつけてもあんまり下がりはしない。こう抜けて東の方角。なんか建物あるけど、ん？ロボット？ロボットがいる。あれ、攻撃してこないよね。緑は大丈夫だったはず。ジェネラルアトミクスガレリア。なんだここ。コズワスそっくりだけど。え、てかもうコズワスだ見た目。アトミクス大将。ジェネラルアトミクスガレリアにようこそ。あなたは管理者。Sorry, what? You're waiting for your supervisor? Unfortunately, yes. If you happen to meet that laggard, let him know that he is 210 years late for his scheduled shift.I need him to report to the director's office in the statue for immediate assignment. In the meantime, I'm afraid. アトミクスガレリア大将へのについての部長への報告。If you have any questions, I'd be happy to assist you. What is this place? この場所なんだ。General Atomics Galleria. ショッピングセンター。Shopping center of tomorrow, today. Our wide array of stores are staffed entirely
まあ、ロボットしかいないとこなのか。ちょっと寄り道してこう。ここ良い一日よ。買い物できるのかな。なんかここ入れそうだな。上にボタンあった。プッシュ。あ、ガスマスクってこんな感じか。ザ・ディレクター。アプローチモニターしてた。え、犯罪者じゃない。Are you Grand Reopening Supervisor 18 Alpha? You're late. 確信はない。Something like that. Manual authorization of the Grand Reopening requires authentication. So I'm going to need to see your ID, sir. ん？偽装する？なんだこれ、どれにしたらいいんだこれ。ID？ What ID? Explanation issued. This is a threat. え？ Present your ID. ID を提出しろ。ええへへへ偽造。え、ちょっとちょっとちょっと待って、待って待って待って、なんだそりゃ。みんな敵だったんだけど。やられた。あ、結構戻された。ちょっと今のところはまた今度来よう。ちょっととりあえずあそこをスルーして先に進まないと。いろいろと恐ろしいとこだったな、ここ。何をすればよかったんだろう。さあ、あっちか。トラップあった。車が吹っ飛んだね、こういうトラップがね、至る所にあるんだよね。爆発した。と注意しないと。最高の、最高の初見殺しだよ。マップ。もうちょっと向こうか。ん？喋り声がする。あれ？なんだこれ。全員味方？本当？介入して大丈夫かな？はい。Don't come any closer, friend. This doesn't concern you. Please, help. They're going to kill me. Shut up. 何が起こってる？ What's going on here? This thing's a synth. That's what. We've been traveling with it for weeks. But then today he finally let slip that he's an Institute errand boy.The whole fucking time. Because I thought you were my friends. I'd never be friends with a damn synth. You already were friends with the synth. Now please, just let me go. You think I'm stupid? You're just gonna run off and get your institute buddies to come put us down. That ain't happening, pal. I'm not with the institute. I ran away. I just need to get to Bunker Hill. Then I swear I will never. 誤解なのか騙しているのか。Please.You believe me, right? You can't let them do this. You need to let him go. Think about it. If he meant to hurt you, wouldn't he have done it already? Maybe he's just biding his time. 説得に失敗したけど、コスワスが称賛。But this thing is not walking away from here. Why? If he was with the Institute, don't you think that would just make him matter?Let him go. It's safer that way. That's a risk I'm willing to take. コズワスは好意を示した。残るは B。You don't need to be afraid of the Institute. もうちょっとなんだろう、カリスマ性とかないと無理なのかな。
ダメだ。え、なんでだよ。説得できなかったら殺されんのか。どうした。あ、ひとまずこの人は助かった。すまない。They didn't leave me any choice. It's all right. I just wish they could have seen reason. Here, I want you to have this. あ、なんかもらった。Now, I just need to get out of here. ボトルキャップ。説得に失敗し続けても選択肢を使い切ったら攻撃してくるのか。野蛮な人しかいないな。こっちになんか建物あるけど、ちょっと寄り道どんどんしちゃうな。ここは何かのお店？マスフュージョンコンタインメント、あ、待って、放射能があるけど置く？ちょっと放射能あるけど、まあ少しぐらいなら大丈夫。放射能がちょっと強いな。これは装備の問題だろう、きっと。また別の装備できたら耐えれるのかな。うん、ちょっとまた今度来よう。回復しとくかな。さあ、もうちょっと向こうだ。虫がいる。あれ、敵なのか、あれ。さあ、ここだな。ここはグリーントップナーセリー。じゃあここも、なんだろう、ワークショップで発展することができるのかな。で、ワークショップある。同盟を組んでいない。同盟組まないとダメか。あなたですか。何が起きてる。あ、またレイダーか。食料や物資を奪っていっちまう。渡せなかったらって脅迫してくるんだよ。え？虫かよ。Let's do this。パンチ。メリケンをくれ。あ、メリケンそんな強くない。この野郎。なんかサソリとトンボが合体したような。倒した。ちょっと お話の続きを。はい。Need to get back to Diamond City one of these days. Biggest town I ever saw. 話切られた。とりあえずレイダーたちを倒せということだね。ここか。ダウンウィッチ・ボーラーズ。地図が更新された。畑があるけど。なんだこれ。フルーツ。じゃあここの依頼を聞いて、そのまたレイダーたちを倒したら、ここがいろいろまたものづくりできるようになって、で移住者が増えて、またサンクチュアリに移住者が行ったり来たりするのかな。よし、じゃあ今回はちょっと短いかな。ここまでにして、またちょっと周辺はこの辺少し探索しておこうかな。じゃあ次回はまたレイダーたちを倒すと。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。